皆さんどうも、おいが迫田孝也でございます。今回ですね、大河ドラマセブドンでなんと今薩摩隼人のおいが佐賀藩士江藤新平として出演することになりました。何言ってんの、そげん思うかもしれませんがね、でも薩摩隼人でありながらもやっぱり佐賀藩士江藤新平、声もね熱か男だったとですよ。これが西郷さん大久保さんのこの前にどういうふうにこう立ちはだかっていくのか、自分のね信念のこのぶつけ合いがですね、こう大きな渦となって、この渦がですね今の日本の基礎を作ったその明治編、熱いうねりになっちゃいます。これ皆さんどうか楽しんで見てくいやんせ。ドーン。